プロボクシングの WBO 世界スーパーフライ級タイトルマッチが1日、大田区総合体育館で無観客で行われ、王者の井岡一翔、姿勢が、位のフランシスコ・ロドリゲス・ジュニア、旧、メキシコをゼロ判定で下して止めの防衛に成功した。ものが116-11とポイント差をつけたが、勢いのある左右の連打で序盤から攻め立てられ、井岡自身も足が動かないなど出来が悪く苦戦した。悪いなりにもベルトを守ったのは、井岡の経験から来るラウンドマネジメントとメンタルの強さだろうが、新型コロナ禍の影響でジャッジの全員が日本人だったため挑戦者は、ジャッジがニュートラルなら違った採点結果になっていただろう、と不満を訴えた。井岡の次なるターゲットは IBF 同級王者のジェルウィン・アンカハス、フィリピンとの団体統一戦の実現だ。井岡の戦績は7勝、15KO、敗。ロドリゲスは勝、KO、5敗1分けとなった。自分の持っているものを出せなかった、いつもの井岡とは違っていた。リードブローもさえず得意の距離で戦えない。相手は1ラウンドから出てくると思っていた。メキシカン特有のリズム。入ってくるタイミングがつかみきれない。準備している選択肢はあったが、それをはめ込むのが難しい試合だった。鉄壁のディフェンス技術を誇る井岡が、第1ラウンドから右を通打された。ゲストとして招かれた東京五輪で女子初の金メダリストとなった入江美奈が、ロドリゲスさんの2-1を井岡選手がもらっていた、と目をつけていた右から左へと続くロドリゲスの、逆1-2。しかも、体を沈ませるようにして上半身を動かしてから飛び込む独特の入り方をしてくることに戸惑った。大ラウンドにも同じ右のパンチをもらう。いつもの対応力が見られない。ラウンドには、打ち終わりに至近距離からフックをフルスイングされて思わず後ずさりした。ショートレンジに入るとクリンチワークで腕を絡め取られ、何しろ井岡の抜群の距離感を支える原動力である足が動いていない。公開練習では、リスマエル・サラストレーナー直伝のサークルラダーを使った足さばきのファンダメンタルルーティンを繰り返していたが、そのステップワークを挑戦者の突っ込んでくるような勢いに乱された。リードブローにスピードがなく、少なかったのも、その影響だろう。ボクシングにおいて重要な意味をなす序盤戦を井岡は制することができなかった。ジャッジの一人は、ラウンドとロドリゲスを支持していたのである。自分の持っているものを出せなかった。良くないな、良くないな、と最初は悪循環。今どうすべきかに切り替え、やりたいことを我慢して戦った、歴としては最悪である。大晦日の田中戦が鮮烈だっただけに、なおさら色あせて見えた。井岡自身は、調整ミスは否定したが、リングに上がってみないと本当のコンディションはわからない、とも答えた。そして、体と頭と別。体は、プレッシャーとかを背負い、何かがあったのかもしれない、と本音を漏らした。ドーピング騒動で振り回されて、ボクシングに集中できる環境は作ることができなかった。けじめをつけて試合に切り替えたい、と、ドーピング問題で不手際を繰り返した JBC の謝罪を受け入れ和解したのが7月1日。しかも、新型コロナ禍の影響で、集中的にトレーニングを行いスパー相手にも困らない米国ラスベガスでのキャンプも晴れなかった。一方で、注目度だけが高くなり、いろんなものを払拭して勝ちたい、というプレッシャーがあった。
天才ボクサーの歯車を狂わせる条件は揃っていた。